皆さん、こんにちは。あなたは尽くしてくれる女性はお好きですか？あまり尽くされても重たくなるって人も中にはいるかもしれませんが、放っておかれたり無関心にされるより、やっぱりしっかり気にかけてくれて尽くしてくれる女性には愛されてるなって感じますよね。でも女性は誰にでも尽くすわけではないんですよね。やっぱりついつい尽くしちゃう男性、尽くさずにはいられない男性みたいな、放っておけないタイプの男性に弱いんです。今日はそんな女性に尽くされちゃう男性の特徴についてお話ししていきますね。想像できるな、わかるわかるっていう感想や、え、本当にみたいなコメントでも、あなたが素直に感じたこと何でも書いていってくださいね。では行きましょう。1、どこか頼りない人。どこか頼りない男性は意外と女性に尽くされます。そういう男性って頼りないのと同時に人に恵まれているっていうポイントがくっついていることが多いです。このタイプの男性は自分一人だとなんだかんだうまくできないし、遅れてたり忘れたりしちゃうんですよね。でもそんな人でもなんでうまくやっていけるのかというと、そう、周りの人に恵まれているから。それが同性であることもあるし、恋愛感情がおまけでついてくる異性である場合ももちろん多いんです。例えば物をよくなくしてしまうだとか、部屋の掃除は苦手、ちゃんとご飯食べてないんじゃないって心配されるみたいな特徴が多いです。こんななんだかほっとけない、心配になっちゃうっていうタイプの男性は、女性本能がもりもり出ている女性に尽くされるんですよね。女性も女性で自己満足で尽くしているのがほとんどです。尽くしている自分が好きみたいなところがあります。でもやっぱり性格の悪い男性には尽くしたいとは思えないもので、結局周りの人に恵まれる男性というのはとっても素直でまっすぐな男性であることがほとんどです。素直だからこそ、人思いだからこそ、騙されたりしちゃうんじゃないかって心配されたりして、必ずそばで見守ってくれている人がいるものなんですよね。頼んでもいないけどおかずを作って持ってきてくれる女性がいるとか、落ち込んだ時にすぐに気づいて声をかけてくれる女性がいるっていう男性は意外とこのタイプかもしれませんよ。自覚していないだけで。2、なかなか振り向いてくれない人。尽くしてくれるからこそ尽くしたいという考え方を持つ人ももちろんたくさんいます。それは例えばプレゼントをもらったんだから返さなきゃ、親切にしてくれたんだから誘われたら付き合わなきゃという典型的で日本人らしいと言われそうな考え方の持ち主です。でも今の世の中そんな女性ばかりでは決してありません。意外と女性は尽くされていると実感するとそのぬるま湯にどっぷりと使ってしまいます。つまり気持ちに余裕を持ってしまうのです。こんなに愛されて大事にされてるんだからよそ見なんてしないよね、この人には絶対私だけだから大丈夫というふうに安心してしまうので、意外と一生懸命さがなくなってきたりします。だから反対にちょっと目を離したら他のこと、人に夢中になっちゃうっていう危なっかしい男性だったり、何度脈ありアプローチをしても全然こっちに振り向いてくれない男性に対しては必死に尽くすんです。それはもちろんそんな男性にハマっちゃった時に限ったことですけどね。絶対手放したくない、他の人のところに行っちゃ嫌だから一生懸命尽くすんですね。でも今この話を聞いて、よし、俺気になるあの子と今まさにその状況って思ったあなた、注意してほしいことがあるんです。もし本当は好きなのにあえてその気がないふりをしているという場合には、あまり長々とその気がないふりをしていると女性も疲れて勝手に切れたり冷めちゃって、あっという間に切り替えていなくなっちゃいますよ。好きならいつまでも尽くされていることにウキウキしていないで、そろそろ向き合いましょう。3、付き合いたての彼氏にも尽くす。先ほどのなかなか振り向いてくれない人に尽くすというお話と少しつながるのですが、女性は大好きだった人とやっと付き合えたという感動が大きければ大きいほど、付き合った当初はものすごく尽くしてきます。手作りのものをあげたくなったり、デートの時も彼氏の機嫌が悪くならないように空気を自然と合わせます。男性って付き合うまでは一生懸命に頑張るけど、いざ付き合えたらもう彼女に対してそんなに必死にならないってよく言われませんか？オスは狩りをする生き物ですから、得た獲物に対して必死さがなくなるのは本能的に仕方のないことかもしれませんが、女性って真逆なんですよね。
付き合ってからも一生懸命に尽くしてきます。だから意外とこの男女の温度差ですぐ別れるカップルもいたりいなかったり、もちろん俺は付き合っても絶対大事にするっていう気持ちの男性もたくさんいると思いますから、ぜひそのまま突き進んでもらえれば嬉しいです。4. 何かを頑張っている。仕事でも趣味でも何かに夢中になって頑張っている人のことは一生懸命支えてあげたいって思うものですよね。それが好きな男性ならなおさら。そしてこれも尽くすのは基本的に女性の自己満足です。毎日仕事ばっかりで私のことなんて全く気にしてくれてないよねって思って冷めちゃう女性も時々いますが、そんな仕事に一生懸命なあなたを文句一つ言わず支えている自分というポジションに自己満足している女性もやっぱりいるんです。もちろん女性が尽くしていることで男性の仕事がはかどったり、趣味にかける時間が充実してちゃんと男性の方から女性に対して〇〇ちゃんのおかげだよなんて言ってあげると女性はさらに気分が良くなるものだと思います。見返りを求めて尽くしているわけではないけれど、やっぱり気持ちでもプレゼントでも好きな人にもらえるとすっごく嬉しいものですよね。女性自身も毎日いろんな苦労があって愚痴が言いたくなることや悲しいこともあるはずです。でもあなたもこんなに頑張ってるんだからっていう気持ちになると、なぜか自分も頑張れる。だからそんな風に力を与えてくれるあなたに私は尽くしたいって思うんです。また何かに必死に頑張っている男性の隣で常に寄り添って応援していることで、女性は2人一緒に成長している、一緒に頑張っているみたいな感覚にもなるんです。それがまた心地よくて尽くすのがやめられなくなるんですよね。 5. 何でもできそうに見えるのに実は不器用。何かと器用にこなして何も不自由してないんだろうなって思わせる男性が、たった一つでも苦手なことがあったり惜しいって思えるマイナスな部分が見えることで、女性は嘘でしょ、意外という刺激を受けて興味を持ちます。そして同時に助けてあげたいって思うんですよね。このマイナスな部分というのは手先が不器用というのもありますが、対人関係をスムーズにやりこなすのが苦手という場合もよく当てはまります。だから例えば、本当は悪い人じゃないのにちょっと言い方がトゲトゲしいんだよねっていう男性に対して、もうまたそんな言い方して、なんで自分で友達減らすようなことしちゃうんだろうって半ば焦りながら心配するんです。自分のことでもないのに。そう、大切に思っているからこそ気になる部分を指摘しながらも、なんだかんだそばにいて味方でいようとします。でも肝心なのは、その男性の本音や本質をしっかり理解している女性ならば尽くしてくれるという点なんです。周りの人には気づいてもらえていないかもしれないけど、私は知ってる彼のいいところ、そのプレミア感が好きっていう女性もいますし、そのいいところを潰さないためにもそばにいてフォローしなきゃみたいに思うんです。まさに自分より男性のことを考えちゃっている状態で、尽くしている以外の何者でもありません。以上、女性が尽くしたくなる男性の特徴についてご紹介しました。好きなあの子に尽くされる存在になりたいと思いつつも無理はできませんよね。尽くされるためにあなたが必死になっていては本末転倒。一番理想的なのは、あなたはあなたのままで自然体でいられることだと思います。もちろん理想の形になるために努力するのはいろんな状況で大事にされることではありますが、無理は禁物っていう部分を忘れないこと。夢中になりすぎて周りが見えなくなっていた時にそっと引き戻してくれる信頼できる友達や家族を大切にしましょう。もちろんそんな時に気にかけてくれる女性がいれば、まさにその人こそあなたに尽くしてくれる女性かもしれませんね。あなたの自然な姿を自然に好きになる女性が必ず現れます。これからもあなたのいいところどんどん磨いていってくださいね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。